ローラ THL には、チームハースが1986年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。デザイナーは、ニール・オートレイ。THL には、チームオーナーのカール・ハースの所有する設計会社、ホースによって、設計、製造された。ホースの空力担当の技術者の中には後に名を挙げた、ロス・ブラウンや、エイドリアン・ニューウェイがいた。THL には、 ハートエンジンを搭載していた THL1 の発展型であった。THL2 の搭載したエンジンは新型のフォードテック V6 ターボエンジンで 900bhp を発揮した。750bhp のハートエンジンよりは出力が向上したものの当時は 1300bhp を発揮したルノーの V6 エンジンや 1400bhp を 発揮した BMW の直期4エンジンには劣っていた。この事実は THL2 がベストハンドリングカーと判断されるようになるとジョーンズやタンベイにとってはフラストレーションのたまる原因となった。ジョーンズとタンベイは予選で上位に上るためコスワースのキースダックワースに対してルノーや BMW、ホンダのようなよりパワーの出る予選用スペシャルエンジンを組み上げてくれるよう何度も 要求した。しかしながら、その要求は拒否された。ダックワースやフォード、コスワースはドライバーからの要求に対して、確立された信頼性の方がより良い成績に貢献すると信じていた。チームは前年と異なり二大体制でシーズンに臨んでいた。ドライバーは1980年のチャンピオンである、オーストラリア人ドライバーのアラン・ジョーンズとチームメイトは、 フランス人ドライバーのパトリック・タンベイであった。t h l には、ジョーンズの手によって、第3戦サンマ割のグランプリでデビューした。ジョーンズは1975年から81年に、かけて12勝を挙げ、チームハースでの初戦は1985年、イタリアグランプリであった。タンベイは、ルノーファクトリーで2シーズンを過ごし、それ以前はフェラーリにも在籍していた。 彼は3勝を挙げていたが、すべてが、フェラーリ在籍時代のものであった。1986年シーズン、ジョーンズは4ポイントを獲得し、シーズン終了後に F1 を引退した。タンベイはオーストリアで5位に入り2ポイントを獲得した。タンベイもシーズン終了後に F1 を離れる。チーム自体もメインスポンサーのベアトリス・フーズが手を引いた、ことで F1 から撤退する。 THL2 の予選における最高成績はハンガリーにおける単米の6位でパワーよりもハンドリング化重要となるハンガロリンクでこの成績を出したことは THL2 のハンドリングの良好さを証明することとなった。前作の THL1 同様 THL2 もローラと呼ばれたがローラカーズとの接点はチームオーナーのカールハースが ローラ創設者のエリック・ブロードレイと知り合いであったという点しかなかった。ありがとうございます。